でサポーターズの皆さんお願いします。はい、に行きますよ。で今回は両チーム4名ずつにご協力いただきたいと思いますので、4名にチャンスがございます。ぜひ祈っててください。いいですか。ではまず地球連邦軍1人目です。はい、101番の方。101番、お願いします。お願いします。これすごい、ありがとうございます。頑張ってください。そういう盛り上がり、ちょっとジオン負けちゃダメだよ。いい、ね、で、ここに先ほど抽選で選ばれた8名、4名4名ずつに加わっていただきます、うん、では参加される方々にご登場いただきましょう。まず地球連邦軍チーム4名の入場です。拍手をお願いします。では連邦で戦う2人もどうぞ席に入ってください。はい、皆さん頑張ってください。お、気合の入っている選手がいますよ。連邦頑張りましょう。続いて頑張りましょう。ジオンチームの4名です。拍手でお迎えください。では武さん、我々も移動しましょう、はい、頑張りましょう。では佐藤さん、村瀬さん、お願いします、はい、お願いします。それでは出撃どうぞ。出撃準備完了、発進してください。出撃準備完了、発進する。お、射撃の人がテトラ回で出撃しましたね、目標が変更されました。射撃いつも出ない射撃の人なんですけど射撃じゃない、ま、赤いということ で、 そうですね、テトラ回で出撃したのかなというところですね。でクイーンマンサーとかも出て、なかなか強力な組み合わせになっていますね。はい、こちら、連邦からなって、武田くんのジェスターですね。ジェスター、が、はい、まあ、バランスのいい機体でちょっと様子を見ようというところですかね、はい。連邦側は、かなり固まって行動していますね。じゃあ今、あやみさんですね積極的に支援をしてやろうという意気込みが見えますね、はい、支援全然持ってなかったのでこれ入れました。みんな後ろにポットがいます、はい、なんか、ケトラ海岸2体見えましたね。かなりジオン側も固まっていますね。早速ちょっとジオンが優勢な雰囲気を感じられますね。はい、お、はい、ちょっと連邦側、武田くん頑張ってもらいたいですね。頑張ってください。頑張れ。あ、いい、ちょっと。ちょっとこのちょっと布陣はかなり厳しい立ち回りになりましたね。連邦頑張ってください。あゆみさんはもうしっかり隠れてますね。あゆみさんどんどん回復してあげた方がいいですよ。はい。お、マノさんが。あ、敵が来た、敵が来た、はい、回復したい。どこ、手上げてはい、ジオン側が優勢な雰囲気が出てきましたね、はい、ちょっとゲージ差がつき始めてきたので、連邦側にちょっと巻き返しを図りたいところですね。お、はい、ちょっと今回防衛拠点はもう取られてしまうので、はい、次の防衛拠点でなんとかですね。あ、ちょっとナイス。あれ敵じゃん。武田くん撃破されました。あ、真野さんも撃破されました。はい。あ、なるほどね。ここはなんとか連邦夫人を組み直して、お、ちょっと射撃の人がアピールしてますね。はい、いやいや。ああ。早速ジオンも回復の準備に、あやみさんのリピアポットに群がっています、ね。ああ、これ助かります。はい。集いたまえ。これいいもんですね。メリメリするよ。メリメリ、いいメリメリ。はい、いいメリメリ、いいメリメリですよ。ましたけど、連邦側は、戦術目標を、確保して、なんとか巻き返しを図りたいですね。あら、みんな前に行くのですか。あ、惜しい。もう少しで勝ったところがちょっとギリギリ足りなかったですね。なるほど、あっち行くのです。もう武田くん頑張ってもらいたいですけど、集中してきてコメントがあんまり出てこなくなっちゃいましたね。この3番の方、あとハンマーで、ハンマーで、ハンマーで、ハンマーで刈られてるけど、かなりこのチャージ格闘は一応注意しなければいけない、武器ですね、はい、3番の方、雄たけびを上げて、はい、なんとかこう、連邦側、これは真野さんですね、はい、ガードカスタマーでちょっと前に出て、みんなを支援してあげたいですね。お、何、敵じゃないですか。おい、連邦チームかなりがっつり、やられちゃっていますが、もうジオンの陣形をうまく崩していきたいですね。あ、
おお、ただもう少しで戦術を防衛できそうなので、はい、これで一旦防衛ということで、はい、大丈夫です。これで若干余裕ができましたね。ジョン側もこう連邦側を狩るかといった雰囲気を感じますね。ジーブルとザクリー回、前方側が結構され始めてしまいました。また行かないで行かないで。こら1番武田くんですね。はい、なかなかこう強力な機体がなくて苦しそうな状況ではありますね。セカンドで戦っています。やだやだ、ここでなんとか通り過ぎたのを倒して少し、有利に働かせたいところですが、なかなかちょっと決め手にかけているところですね。今連邦ゲージが残り 10% ぐらい、ジオンが 60% ぐらいで、このままでは連邦チームを押され切ってしまいそうな雰囲気です。こちらはあやみさんの悪戒ですね。おお、このあやみさんの悪戒で決められてしまうのかどうか、かなり注目したいところですね。ですね。なるほど。あと連邦1機ぐらいなゲージですかね。2、3機ぐらいまだ猶予がありそうです。はい、作戦時間5分で、残り、連邦型わずかジオン 50% という状況になっています。かなり連邦が固まっていますが、ちょっと状況的にはこのジオンの挟み撃ち的な作戦に、やられてそうな雰囲気です。あゆみさんの悪戒がオーバーヒーしながら頑張っています。やったー、撃破できたー。すげー、あゆみさん、あゆみさんの悪戒が撃破して、素晴らしい、連邦ゲージ、ゼロということで、今回もジオン勝利という形になりました。はい、全然調子なかった。はい、連邦の皆さん、負けてしまいましたがお疲れ様でした。お疲れ様でした。ジオンの皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ね、ありがとうございます。コメント連邦の方にお話を伺いに行きたいと思います。はい、すみません、3番の方、すみません、じゃあちょっと感想とかありましたら、あとお名前もよかったらお願いします。ああどうも、地球連邦軍所属のエテポンゲです。よろしくお願いします。フランチェスカサーバーでは大将をやらせてもろてます。よろしくお願いします。村瀬さん2回殴っていいですよ。一言だけいいですか。一言だけ、はい、汚い手しか使えないお前はもうパワー負けしている。すごい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最高のコメントいただきましたね。ありがとうございます。出落ちやんこんなん。やりづらいよ。じゃあ続いてですね、ジオン軍の方にも3番の方に感想をお願いしても大丈夫ですか。じゃあお名前、匿名でも大丈夫です。あ、立っていただいていいですか。ありがとうございます。ジオンで、レクサスという名前でやらせてもらってます。一応局地は、毎日やってたんですけど、勝手に孤立して、カバーとか入ってくれたんでなんとか勝てました。あと後藤清志見てるか。ありがとうございました。メッセージが。大丈夫ですかね。あ、はい、じゃああやみさんと家の人にも感想をお願いしていいですか。はい、プレイヤーの方でいいですか。はい、大丈夫ですか。私はあの自分が今まで使い慣れてる機体がなかったので、最終的にギリギリワーカーを入れまして、もう皆さんが守ってくれることがもう背中から伝わったので、後ろからウェイってやってました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ジークジオンです。ジークジオン。どうです。じゃあシャゲさんどうぞ。はい、あ、今日勝って本当嬉しかったっす。あんま考えてなかったんですけど、あの皆さんすごいあのチャットで支援してくださって、あの、まあ、孤立しないでいこうという話になって、すごいあのやりやすくやらせていただきまして、あの本当に今日はありがとうございました。ジオン、あの勝ててよかったです。ありがとうございます。
しかも今ねチャットでワーカーありがとうございました、助かりましたって。いやすごい助かりました、ワーカー、はい、素晴らしい、はい、やった。回復いると安定すると思うんで、はい、よかったですね。よかったです、はい、じゃあそのまま、マノさんと武田くんにもお願いします、はい、今回負けてしまって、はい、本当に私が足を引っ張ってしまったと思うんですが、本当にいやそうじゃないです。でも、ね、皆さんついて来てくれと言ってくれてすごい安心でプレーができました。なんかこういうのがすごい楽しいなって思いますので頑張っていきたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。武田くんもお願いします、はい、いやもうとにかく悔しいですね。本当に負けるって本当に悔しいですね。でも皆さんと一緒に試合ができてすごく楽しかったです。あとエテさん階級何でしたっけ。大将って聞こえました。すみません。ありがとうございました。一緒だ。